令和2年1月21日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇市立一宮中学校で、台湾から訪れた中学生との交流会がありました。一宮中学校を訪れたのは、台湾の台南市立大橋国民中学の生徒16名と、引率の先生2名です。台湾の中学生は、小学生の頃にも隣接する阿蘇市立一宮小学校に平成30年7月に訪れており、当時6年生で交流した現在一宮中学校1年生との2年続けての交流会となります。まず対面式では、井上俊之一宮中学校校長が心より歓迎いたします。短い時間ですが、楽しい交流会にしましょうと挨拶。続いて、大橋国民中学の王校長からは、温かい歓迎に感謝します。またお会いできて嬉しいです。今後も交流を続けていきましょうと挨拶しました。その後、生徒たちは2クラスに分かれ、それぞれの教室で英語の授業に参加し、お互いに英語で質問を交わしたりなどしていました。さらに体育館では、大橋国民中学が二胡などの楽器を使って演奏を披露し、一宮中学校の生徒は、この日のために練習した合唱を発表しました。お昼には、台湾の生徒と先生を囲んで給食を食べ、国際交流を楽しんでいました。